キチャンネル。さあということでやってまいりました、さざきチャンネル。今日はスーツにビシッと着替えて新企画です。はい、おすごいね、新企画。なんと湯河原町立湯河原中学校学校訪問新企画です。お、何でもやります。海外も行くし、ね、子供たちの指導にも行くし、ね、学校にも来る、ね、今回はですね、これ経緯はですね、里崎のファンだと思うんですけども、その学校の先生が道徳の授業で里崎を題材にして授業をしてるっていう YouTube を見たんですよ。そうですね。はい、まあ、いろいろね、里崎さんはいろいろ反応してくださって、これね、YouTube ライブ大丈夫ですか？また来ました。大キャノンさん、ありがとうございます。エリートの倒し方。あ、僕の出した著書です。あ、で、今日の打ち合わせで来月からうちの中学校の図書室に置かれることになりました。あら、どこの中学校でしょうか、これはね。素晴らしいじゃないですか。図書室で、はい、ね。これはもうね、大したことない人間でも、はい、エリートを倒して頂点に立てるっていう本です。それも一般のビジネスマンの方でもいいってことですね。アスカ新社っていう出版社から出てるんですけど、はい、これは僕が初めて出したビジネス本なんですけど、はい、それをビジネス本出したいっていう思いで、はい、紹介してもらってアスカ新社に行ってプレゼンして本を出すことが決定したんですよ。あ、自らプレゼンした。そうすごい中学校の図書室ですね。いやー、ここの中学校の生徒はもうこれから日本を背負うね。そうですね、うん、企業のトップだとか。あ、行っちゃう行っちゃう、行きますね。すごいですね、図書室に置かれるんだ。すごいな、それは。いやー、ここの中学校の生徒はもうこれから日本を背負うね。そうですね。おかしいだろ、おかしい。さあ、俺が道徳一番真逆にいぞ、俺の男あるかな、大丈夫かな。で、それをそう生徒に教えてる授業を YouTube でアップされてて、でそれを見て、いや、なんて素晴らしい学校で、はい、なんて素晴らしい先生なんだと、はい、チョイスがセンスいいね、里崎っていう、そうですよね、誰でもない。そんな多分オンリーダワンじゃないですか、ね、全国でなあ。教科書なんて絶対、文部科学省の皆さん採用した方がいいですよ。佐々木、ああ。もうでも分かんない。経緯が分かんないから。まあ、経緯とともに、で今日は突撃で、せっかく佐々木を題材にして授業をやってくれてるから、サプライズで里崎本人が登場して道徳の授業をする。おね、はい。みんなのためにね。だからね、儲けばっかり考えたらあかん。やっぱり。普及していかなきゃ、はい、子供たちを救う、ね、監督コーチだけが野球界を救うんじゃないで、はい、俺はもう別角度から野球界を救っていくから、はい、ね、そのためにも、はい、このまず湯河原中学校の生徒の皆さんに、ね、パンチある魂の講義をしたいと思いますけども、でもなんで俺らのか聞きに行かなきゃいけないか。そうだね、先生、先生にいるんで、うん、先生に行きましょう。行こう行こう。あ、先生こんにちは。こんにちは。いや、ありがとうございます。来ていただいて、もう感激です。いつも、さっさきライブに、よく来てくれる先生で、ね。いや、もう本当に、どうぞ、初めまして、ありがとうございます。初めまして、もう何回もあったし、何回もあったし。質問とかいっぱいさせていただいて。そうなんですよ。前回にね、東京ライブにも来ていただいて、はい。なぜ道徳の授業で、里崎を題材にして、生徒の皆さんに授業をしようと思ったんですか？いや、やっぱ今なんか子供たちってすごい結構後ろ向きな子が多くて、本当なんかそのいじめられたりとかで学校行けないとかっていう子より、なんかその気持ちが沈んじゃってとか、そういう子がすごく多くて、で自分は本当に里崎さんの YouTube とか里崎ライブにも行かせていただいて、本当になんか前向きになれる、なんか自分もできるような気がしてくるというか、なんかそういうのはすごく、自分がそういう体験をしたので、まあぜひちょっと自分の教えてる子たちにも、まあ、その体験をしてほしいなと思って、はい、やばいですか、佐々木みたいな生徒いないですか。いや、いないんですよ。だから出てきてほしいぐらいです。大丈夫ですか、僕が量産されても大丈夫ですか。大丈夫です。
でもどうですか、そのだって道徳だから題材いっぱいあるわけじゃないですか、はい、じゃないですか。しかもね、そんなに僕を多分教育委員会が推薦してくれてるわけじゃないですか。そうですね。いや、なんかその向上心とか、はい、そういうのってあるんですよ、はい、道徳の項目に、はい、でも本当無理やりくっつけてました、はい、どうですか反応は。いや、本当ライブで、はい、僕質問して、はい、道徳の授業でやりたいんで、もうだ去年、本当そうです、去年、去年ぐらいの話ですよね、はいはい、で、答えてくださって、ちょっとあれだけはちょっと魔法あったんですけど、はい、なんかなんとか覚えてたので覚えてたんですか、強靭だ。あれだけはちょっと耐えて覚えてました。で、その本当に言葉がもう感動したみたいな、本当になんかすごく後ろ向きだったり、本当に喋んないような子たちが、本当なんかこうそれで勇気づけられたっていう感想を書いてて、いや、本当素晴らしいなと思って、うん、もうちょっと送んなきゃって送ってみました。うん、NHK でちょこれ見とこうかって授業で俺やってる、だって僕知らないでしょ。だって15歳とかですよね。そうですね。ってなってくると今から15年前だから、もう WBC より前だからね。そうですね。2006年 WBC 知らないからね。そうなんですよね、今の子たち。で、僕が引退したのが今から9年前2014年だから。まだだから小学校1年生上がるかどうかぐらいでしょ。だから絶対知らないですよ。いや、でもね、知ってる子います。知ってるんですか。はい、なんか、はい、構えを参考にしてる、はい、センスある、はいはい、ちなみに図書館にね、はい、もうこの3冊、はい、入れさせていただいてて、図書室に置いてあるんですか。はい、もうこの図書室の番号ついてます。3冊、はい、少ないですね。すいません、もう10冊ぐらい出してるんだけど、ね、でもこれも本当借りられちゃってて、そうなんだ、ちょっと今日のためにちょっと戻してくれって、はい、借りられてるんですか。本当にすごい、借りられるんだね、はい、でもこんな変わったこと言ってる人いないから、うん、全員が生きていけるから、はい、いや、もうすでにすごい貢献していただいてて、はい、今日欠席めっちゃ少ないですもうなんか腹痛とか頭痛で結構各クラス 2,3 人よく休むんですけど、誰もいないです。今日全員集合ですか。腹痛頭痛もうないみたいですけど、あ、健康ですね、はい、もう冬休みだしね、もうすぐ、はい、よかったです。はい、じゃあ皆さんよろしいですか。はい、本当に今日もね、私夢がいいのかなって思って、本当に学校にお呼びしたいなってずっとずっとずっと思ってた人を、ね、でみんなにも本当に絶対貴重な話を、してくださると、信じているので、本当に、ね、WBC でベスト9でプロ野球でも日本一2回で、大谷翔平よりも先にエンゼルススタジアムでホームランを放ってらっしゃる方です。思いますよ。タオル持ってる人いましたよ。そうなの。今日しかも欠席数ゼロらしい。ああ、ね、いいっすね、なんかやる気出るね。やる気出るっすね。ちょっとチャイムとかなったら緊張感あるな。
全員がそういう、ね、あの生徒さんじゃないと思うんですけども、まあ、大半の人がそうだっても僕は、まあ、それがおかしいとは何も思わないですよ。でも、ね、先生の、ね、先生もそうだし、まあ、僕もそうだし、大人になっていく、もし今大人の人がいるには僕も感じるのは、その時からもうちょっと準備していればもうちょっと良かったかって正直思うんですよ。でも人生ってゲームじゃないんで、リセットボタン押せないじゃないですか。人生ではリセットボタン押さない中でやり直さなきゃいけないんで、昔に帰れないでしょ。その中で多分あの明先生が授業の中でも僕のことで、ね、言ってくれると思うんですけど、まあ、選択が一番大事なんですよ。次の進路、進学先を選ぶときは、次の選択を選ぶときは、その次の次のために次の選択をしなさい。だから大学を選ぶときは、大学を卒業したときに有利になるための選択を次の選択にしなきゃいけない。よかったよかったですね。俺もちょっと先の先の選択しようって。ありがとうございました。大丈夫でした。いや、本当、お時間ねとか、あの子たち半分ぐらいいつも寝てるんですよ。本当、みんなしっかり寝てるんですよ。一番危ない時間ですよ、お時間めて。ご飯食べてね。すごい質問もたくさん。まあ、いい機会になったと思う、はい、こちらこそいろいろ味わいましたので感動で、ありがとうございました。また引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。どうでしたか。いや、もうなんかずっとなんか現実なのかなってすごい思ってました、本当に。いや、もう本当なんかちょっと気緩むとなんか涙出てきそうになっちゃって、本当になんかずっとなんか憧れて、自分も本当に今本当に人生の教科書にしてる方なので、実際にお話もできて子供たちにお話していただいて本当にもう感激でした。実際夢は叶うということ。いや、もう本当そうなんですよ。本当それを伝えたいですね。これを実現したっていうのをできるんだよっていうのを、もう子供たちもそうだし、今ちょっとあのね、苦しんでる先生方全国にいっぱいいるんでこういうことも中学校の教師もできるんだよっていうのをちょっと自分もアピールして、なんかそれでちょっとまたなんか自分もやってみようって思う人が現れてくれたらめちゃくちゃ嬉しいです。はい、本当に今日はありがとうございました。またよろしくお願いします。はい、はい。